ホロメンのおセンシティブな絵のリプランやエゴサなどでリスナーの、うん、著名いた報告を見つけた時、うん、率直にどう思いますか。自分はホロメンに嫌に思われたらあれなのでエゴサ避けとかしてますが割と気になります。ちなみにマリンは、うん、自分のおセンシティブな絵とか絶対結構見たいタイプで、見かけたらおみたいな感じで絶対チェックするんですけど、その場合、リプランまで含めてしっかりチェックしてて、でそのリプランの反応まで含めて、興奮材料ですね、マリンにとっては。待って、マリン全く一緒。え、一緒全く一緒。ほら、噛み合ってる、うん、我々。噛み合ってるよね。一緒だね、なんか、タイプがね。え、それでいたあれじゃない？エッチだな、うん、いいなと思った画像保存した後に iPhone の非公開ってとこに入れない？え、でも非公開してないかも、普通に保存してる。強っ！うん。パソコンにもね、フォルダがあって、なんか、その、イラスト保存したフォルダがあるんだけど、その中に R18 ってフォルダがあるんだけど、え、こないだなんかアクタンがうちに来た時にこのフォルダパッと開いた時に R18 が見られちゃって、なにこれ、なにこれなっててやべって思ったけど、やばすぎる、娘に見られちゃってるじゃん、うん、まあでも中身までは見られてない、フォルダが見られただけ。あー、よかった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 、うん、危ない危ない、危ない危ない危ないな、じゃあこれはあれだよね、著名た報告は素直に嬉しいってことだよね、はい、そう、嬉しいです。はい、めちゃめちゃ嬉しいです。はい、ぶっちゃけ自分で丸いてほしいんでしょうか、丸かないでほしいんでしょうか、好きにすればはなしでお願いします。僕は大好きなマリン船長では丸かない派です。なるほど。え、それで言うと、我々は二人とも丸いてほしい派ですよね、うん、まあそうだね。まあなんか別に丸かない派がいたって当然いいんだけど、でもやっぱりなんか丸いて もらったと思うと、まあちょっと誇りだよね。まあそうだね。でも丸かない派の人も、なんだろうな、それはこう自分の中で神聖なものみたいな感じだから、丸かないみたいな感じなのかな、なんかそれはそれで深い愛を感じるなと思う。まあそうだね、確かに確かに嬉しい、それはそれで。そうだね、それはそう。でもまあ嬉しいは嬉しいよね。うん、嬉しいです。です。はい、次。